じゃあ井の頭公園で集合にしましょうか。いいと思います。霞の取るポーズを真似るだけで体が悲鳴を上げている。だね、見せとこ。お疲れ様です。また次でいい。具合が悪い。むしろ助かった。また次でいい。先輩に相談したいことがあるって話をしたの覚えていますか？実は私最近スランプ気味なんです。いくら練習しても全然ダメで、コーチにも相談してみたんですけど。あのですね、愛の告白か。いえ、なあ、そっちじゃないです。でも、ついてこい。わ、かっこよ。霞から感謝の気持ちを感じる。大丈夫かな。でも強く出たな。ということでランク2です。ありがとうございます。タンブリング、パレスにおいてピンチエンカウントを回避できる。強いね。よし、おお。普通にすごいわ。お先に失礼します。絶対お辞儀するよねこの子。マジでいい子すぎん。霞とのトレーニングのおかげで体力が磨かれた気がする。よし、おお、 HP 上がるんだ。でか。え、何、新規のコープの二人強すぎでは。お疲れっす。あの後体どこか痛くなってませんか？さすがだ。めっちゃ楽しみだな、これからね。帰ったか。ただいまです。ただね、どこに出てくるのかっていうのがあれだよね。多分連絡来た時限定とかかな、わかんないけどね。だとしたら結構難易度高くないですか。明日テレビ局じゃん。そっか、明日か。明日だね。さて、今日はどうしようかな。とりあえずチェック。大丈夫。
ミシマッチ行けるか。ミシマッチ行くか。よーし。やあ。では行きましょう。よし、行こう行こう。お金？心配は無用さん。さあついてきて。オッケー。ここは？今日はなんと俺のおごり。お。何食べたい？ステーキ。無農薬有機野菜。スイーツ。実はさ。そっか。そうだよね。三島は張り切ってる。張り切ってんな。さあということでランク4ですね。ありがとうございます。よし。なあ、お金返すならここどうする？俺ないよ、任せろ。大丈夫、金ならある。お疲れっす。次は期待してる。さあということで6月の9日です。今日から社会科見学だよね。テレビ番組を作るためにスポンサーを募るんです。番組合間の CM はご存知だと思いますが、あれスポンサーの関連商品なんですね。まとめると番組制作費を集めるため、局としては視聴率が大変重要なわけで。へえ。まあまあ。お昼にドラマの再放送が続いたり、夜は美人の女子アナさんが出る報道番組が流れたり。つまり編成部というのは何時にどの番組を放送するかを決めるところで、番組の編成を決める場所ということになりますかね。そのまんまやな。まあそうとも言うけどさ。収録された映像は見せ場だけ切り取って放送時間の枠に収められるわけです。映像を番組用に編集する場所が編集室ってことになります。おい、これいつまで続くんだ。つか、そろそろ限界。一体何なの、うるさくて仕方ないよ。おい、おっさん。すみません、すぐ撤収させますから。はい、次は現場体験です。くっそ、あのおっさん何様だよ。君テレビ出てみたくない？は？君スタイルすっげえいいからさ。
いや、今見学中なんで。興味出たら連絡してよ。君の連絡なら昼夜問わず大歓迎だから。はあ、何が大歓迎だ。下心丸出しじゃねえか。どいつも外見ばっかで腐った大人しかいねえのかよ。心ひっく抜いてやろうか。クソ、でけえ声出すな。真面目な生徒のふりしに来たんだろうが。退屈なのはわかるけど、頼むから問題だけは起こさないでよ。じゃ、まあ亀足体験してもらうね。ああ、カメラアシスタントってこと。カメラを移動させるときにケーブルが絡まないようにさばいて。そこの金髪くんでいいや。元気あり余ってるみたいだし、寂しけりゃ隣の彼も。ほら、さっさとさばいて。くそ、最悪だよ。なあ、めんどくせえ。テンション下がるわ。俺ら逆だろ。なんで雑用やらされるわけ。全然すっきりしねえ。便所行ってもすっきりしねえぞ。これ声でかいから。まあ気持ちはわかるけど、お互い災難だったね。こんなのが明日もあんのかよ。サボるんじゃねえぞ龍二。待ってるよ。いい子ちゃんだろ。怪盗団も楽じゃねえな。そういえば今日現地解散なんだって。日頃あんま来ない方向来たし、気晴らしにどっか寄って帰んない。我が輩、あそこがいいぜ。来る時見えたでかいパンケーキみたいな場所、なんだか美味しそう。なんなんだあれ。ああ、ドームタウンか。丸いあれは野球場だな。あと周りは遊園地。ビル街の真ん中なのに結構ガチな絶叫マシーンとかあるよね。よし、挑戦だ。我が輩の男気見せてやる。別に絶叫マシーン乗れたからって男気感じないけどね。その前に猫乗れねえだろ。そうなの。カバンに閉じこもってりゃバレねえかもだが、絶対ゲロ酔いすんぜ。けど行ってみっか。ドームタウン、なんか行きたくなってきたわ。私もジェットコースターのお腹になった。我が輩、別にゲロ酔いマシーンじゃなくても。失礼、その服囚人の学生さんですよね。何？たまたま近くを通ったんで挨拶でもって。明日一緒に出演するから。ああ、僕明智五郎って言います。明智？出演？お前有名人なの？何回かテレビに出させてもらっただけだよ。ごめん、本当に通りかかっただけなんだ。もう行かないと。明日の打ち合わせなんだ。これからケーキ食べに行くのかい？僕もお腹空いたよ。お昼食べ損ねてさ。あ？ケーキ？何の話だ？あれ、違ったかな。美味しそうなパンケーキとか聞こえたから。まあいいや。じゃあ明日スタジオで。あいつ駆け出しの芸人かなんかだな。あの髪型変えねえと人気出なさそうじゃね。何も分かってない。まあいいや、どうせ明日すぐ会うんだしよ。行こうぜドームタウン。さあ、ということで水道橋に行けるようになりました。ありがとうございます。でですね、明智くん、明智マンですね。
のパンケーキっていう発言は覚えておくと後々いいかなと思います。パンケーキって言葉を発したのってモルガナですよね。あとはぜひご想像ください。よし、なあゲロ酔いマシンやめてケーキにしない？気分悪っ、マジ酔った。だから我が輩が言ったんだ。お前こういう時だけ猫って言い訳使いやがって。そんなことよりさ、お腹空かない？なんか食べてく？パンケーキとか。明日もあるんだし帰ろうぜ。ただいまです。明日もテレビ局か。確か番組収録に参加するんだったよな。どうだろう。おお、行動はできるんだっけ。おどうしよう。これありかな。このタイミングは行くとこないからね。ちょっと能力面余裕出てきたかなって思うんで行くのありかな。よし、では行きましょう。いらっしゃい。おい、どっちがいい？そっか、選べるのか。どうしよっかな。ダーツはイベントでしたもんね。ビリヤード行く？今回さあ、ビリヤードで遊ぶ。ビリヤードで遊ぶと時間が経過しますが、仲間たちを呼び共に過ごすことができます。集中して遊ぶことで思わぬ人間パラメータが見分かれるかもしれません。また仲間との仲を深めることもできます。いいね。どうする？ありがとう。こんなもんだな。ベテランの風格。キューってなんだって。よっしゃ、キューっては面白いな。おお、盛り上がったね。へえ。こっち上がるのもでかいね、含めて。楽しかった。楽しんでるところごめんね。ビリヤードって奥が深いでしょ。ハマってくれると嬉しいな。より詳しくなりたかったらおすすめの本があるよ。おお、レアな本なんだよね。本屋よりはスポーツ用品が売ってる専門店の方が手に入りやすいかな。なるほど。なるほど。買おう。まただ。よし、買おう。待たないケボだったな。さあ、ということで6月の10日です。
入られます。あいつ、昨日の CM 開けます。7、6、5秒前、4、3。さて、続きまして、今会いたい人のコーナーなんですが、前回の大好評を受けまして、本日も彼に来てもらってます。現役高校生探偵、明智五郎くんです。どうも。明智くん、ごめんね、忙しいところ。しかしすごいね、人気。僕も驚いてます。ちょっと恥ずかしいですけど。何でも探偵として今気になっている事件があるとか。そうですね、マダラメ画伯のスキャンダルでしょうか。出た、怪盗騒動ね。明智くんも気になってたんだ。ズバリ聞いちゃうけどさ、正義の怪盗どう思う？本当に正義のヒーローならいてほしいですよ。夢があるし。へえ、頭から否定じゃないんだ。これでも僕、サンタクロースとか実在したらいいのにって未だに時々考えますから。まあ本当の本当に実在したら住居侵入で逮捕ですけど。でも、もし仮に本当にそんな怪盗がいるんだとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。はっきり言うね。彼らのやってることは犯罪？ネットとかじゃ怪盗団がいなきゃ今でも悪事が続いてたっていう人もいるけど。マダラメ画伯のしたことは許されない罪です。でもそれを法律以外の尺度で勝手に裁くのはただの死刑。正義から一番遠い行いです。第一、人の心を無理やりねじ曲げるなんて人間が一番やっちゃいけないことですよ。なるほど、確かにね。自分から怪盗なんて名乗る連中だもんね。相変わらずすごいね、カリスマっていうか、なんか話に聞き入っちゃうよね。これで怪盗が本当は実在してなかったらお恥ずかしいですね。その時は顛末を高校生活最後の自由研究にでもまとめたいと思います。では明智くんと同世代の高校生たちにも怪盗について聞いてみましょう。まずは怪盗は実在すると思う方、お手元のスイッチをどうぞ。実在するに決まってんだろ。3割ちょっとくらいかな。明智くん、どう？意外と多いですね。ちょっと驚きました。みんなは怪盗の行いについてどう思ってるのかな。それではこちらの学生さんに聞いてみましょうか。もし仮に怪盗がいるとして、彼らのことをどう思いますか？正義そのもの、必要な存在、警察の代わり、必要な存在。そうきますか。怪盗は法で裁かれるべきだと主張した明智くんとは反対の意見だね。ええ、ここまではっきりと怪盗を肯定するのは興味深い。じゃあ彼にもう一つ聞いてみたいことがあるんですが、もし君の身近な人、例えば君の隣に座ってる友達、ある日突然彼らが心を変えられたらどうする？怪盗の仕業だとは考えない？全く考えない。怪盗は悪人しか狙わない。そっちこそどうする？こっちに投げ返すのか。それじゃあ僕の意見を言うよ。僕は実は彼らの行いの善悪よりもっと大きな問題がある気がするんです。ん？どういうことかな。人の心をどうやって変えたのかってことです。心を操作する、そんな力があるなら自白だけに使われるとは限らないですよ。もしかしたら
僕らが普通の犯罪だと思ってることも実はすでにそうやって起きてるのかもしれない。確かにその通りだ。いや、誤解しないでください。もしもそんな力を使える輩がいれば、そういう過程の話です。でも決して無視はできない。僕らの暮らしに対する脅威に他なりません。実はもう警察とも足並みを揃えていくつもりで動いてるんですけどね。あいつの言ってることちょっとそうかもって思っちゃった。俺らが悪党みたいな言い方しやがって気に食わねえ。でも警察ってマジ？言わせておけばいいさ。正義かどうかは自分たちが決めることだ。てか悪い、ちょっとトイレ、すぐ戻っからここで待っててくれ。もう私先に行ってるからね。あ、君はさっきの。会えてよかった。お礼が言いたくてね。やっぱりアンチテーゼがなきゃアウフヘーベンは起こらない。ごめんごめん、君との議論がとても有意義だったってこと。あんなにはっきりと意見をぶつけてくれる人、僕の周りにはあまりいなくてね。大人たちは若者を利用するばかり、同年代は流されるまま肯定するだけ。無責任な人々のあまりに多い時代だ。君が回答を望むのもわかるよ。回答は君の思う通り、本当に善意の存在なのかもしれない。特別な力を持った彼らは今きっと正義感や使命感に燃えているんだろう。でもその正義はいわば万能感の裏返しだから、もし彼らを追い詰める強力な存在が現れたら、その時はあっけなく逃げ出すと思うよ。怪盗は逃げない、彼らは戦う。へえ、君やっぱり面白いね。これは議論のしがいがありそうだ。よかったら今後も話を聞かせてくれない？ありがとう、嬉しいよ。君からは他の人と違う何かを感じるし、探偵の勘ってやつなんてね。明智とかいう探偵になぜか気に入られたようだ。よくも今日まで警察の包囲網をかいくぐってこれたものだわ。警察関係者の誰かと通じていたのかしら。一体どういうこと？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、正義のペルソナの生誕に祝福の風を得たり。自由へと至るさらなる力とならん。さあ、ということで明智五郎公部ですね。よし、そうだ、連絡先の交換しとこう。登録完了っと。それじゃあ近いうちにまたね。探偵の勘か、あの洞察力油断ならねえぜ。けどあいつから学べるものは多そうだ。もし誘いが来たら付き合ってみろよ。悪い悪いって今の明智か？少しずつらしやがって。
一緒の空気吸うだけで気分最悪だぜ。さっさと行こうぜ。ただいまでーす。否定しきれない。助けるためだ。明智に腹が立つ。あの明智って探偵はメディアに影響力があるようだな。下手に近づくのは危険だが、うまく使えば逆に役立つかもな。どうしたミシマッチ。なんであいつまで怒ってんだ。アンケートって回答チャンネルのことだよな。まあ楽しみにしておくか。さあマイパレスが更新されたよ。ちょっと見よっか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。